課長宮邸屋と課長宮は慶応4年に伏見宮放課新郎の第十二王子広司教新郎によって創設された宮家。三度にわたって断絶の危機に瀕したが当初は皇族の数が少ないことから特使を持っての存続が繰り返された。さらにこのことが当初一代限りとされた四世襲新郎海外の新設宮家の世襲化を進めていくきっかけともなった。 しかし、皇族の数が安定し、逆に増加しすぎることへの懸念が生まれた結果、養子や兄弟関係省が禁止、さらに冒険の次男以下の皇族への親戚効果を半ば強制する皇室転半準則の適用などにより、1924年に断絶し、課長公爵家が妻子を承継した。屋敷は、現在の東京都港区みたい4丁目16番20号に所在した。 現在は、屋敷跡は、自動公園となり、一般に開放されている。また、鎌倉市には1929年に建設された、課長広の公甲爵邸がある。1996年に、鎌倉市が土地と建物を取得し、通称旧課長宮邸として、庭園部分が一般に公開されている。広市京神堂は、嘉永4年に誕生。 公明天皇の勇士となり新王戦へ。千温院に入寺して落職し、御子衆入道新王と称した。明治維新後現属して、千温院のある山及び三郷課長山にちなんで、課長宮の宮号を賜り一家を創設した。議定に任命されたことをはじめとし、我学校御用係、団上院を歴任する。その後、海軍軍人の道を新路に選び、明治三年に、 アメリカ合衆国のアナポリス海軍兵学校に留学した。明治6年に帰国。明治9年海軍少将に任命されるが26歳の若さで皇居した。第二代、広厚新王は明治8年誕生。当初の三位は王であった。明治元年制定の皇族の範囲を定めた皇族姿勢の世紀によれば本来、課長軍は皇族としては、 広志京親王一代限りで親戚降下するはずであったが、父、広志京親王の皇族としての働きや、広厚王が当時わずか6歳で親戚降下されることの悲観もあり、他の皇族たちによる存続嘆願もあり、明治天皇の特使をもって皇族の身分に留まることとなり、さらに明治天皇の勇士として親王宣言を受けた。しかし、広厚親王は短命であり、 明治16年に8歳で皇居した。第三代、広谷宗は、伏見宮定なる親王の第一王子。署名は、愛犬定なる親王の諸子であり、伏見宮宗家は、着子がいる場合そちらの継承を優先させたために、当初は、三宅の軽子とならなかった。しかし、広厚親王の溶接と、再度の課長具存続願いもあり、 多くの新設宮家の宗家にあたる伏見宮家から継承者を出すこととなり、課長偶継承が決定した。しかしその後、伏見宮家を相続する予定だった弟宮、国吉王が病弱のため、明治37年、第一王子、広吉王と共に伏見宮に復帰した。以後、1923年に、父、さなる親王が皇居し、 第23代伏見宮となる。その後昭和21年に70歳で皇居。広安王が伏見宮に復席し、第一王子、広吉王もその形主として同時に伏見宮に復席したことから、明治37年に直命により、課長宮家には広安王の第二王子広忠王が入った。広忠王は海軍兵学校を卒業後、海軍中尉に進んだが、 大正13年皇居した。広忠王には王子女がなく、課長宮家は断絶した。伏見宮広康王三男の伏見宮広信王が、大正15年12月7日に20歳で、海軍将尉の時に親戚降下し、課長公爵家を創設し、同時に課長宮家の妻子を承継した。なお、王が家長ぐる五代目とならなかったのは、 皇室天畔とその純則により、三宅を皇族としてそのまま継承することが禁じられていたことによるものである。王は、伏見の三宅からの初の親戚皇家となることから、官邸により皇爵を賜った。なお、鎌倉市にある課長皇爵の宮廷は、1996年に鎌倉市が取得し、旧課長宮廷として、庭園部分が一般に公開されている。 ありがとうございます。